いやもうね、16年ですからね、もう親父みたいなもんですよ。初めて来た時はもう細かったですよね。で165センチぐらいしかなかったし、そうですね、グローブつけるとガードが上げてられなくても、こんな構えでやってましたね。会長からその物事に対する筋の通し方とか、こう男気とか学んだと思うんで、もうグローブとか入れるとき震えて入れなかったですかね、もう怖くてあれ確か前日にパンチの受け方と蹴りの受け方を両方教えて、はい明日やれって。そうですね、かなり無茶な試合で今では考えられるのね。I'm a believer, not just a dreamer. 自分は 100% 信頼してるし、まあ、会長も信用してくれてると思うし、もうこのままで大丈夫ですよ。トレーナーをつけたり、例えば出稽古に行かなきゃ絶対に世界取れませんよっていう事実なら、もう世界取れなくてもいいっすよ。うちのジムでやって取って初めてが意味があるんで、それで取れないならもうしょうがないですよ。そういう人生だったんで諦めつきます。僕にとって夢とか目標、目的っていうのが人生においてあんまり大事なものだとは思ってなくて、向上心はありますけど、今の自分っていうのは本当にいろんな人に作ってもらって本当にありがたいものだと思ってるんで、これ以上何々っていう欲がそんなにないんですよ。でもやっぱり周りの応援のおかげでしんどい練習して、何のためにしんどい練習してるかっていうことを考えたら次の試合勝つためで、夢は今2連覇して世界トーナメント最初制覇すれば今度2連覇が目標になる。で夢はまたショータイムのトーナメント優勝するなり、ヘビー級で優勝するなり出てくるんで、心の中で冷めてたんですよね。全然燃えるもんがなかったっていうか、今回は完全燃焼したいなって思う。佐藤選手とやることはすごい楽しみですけど、で僕の場合は代表でも何でもないし、一番その出る資格がないところにいるわけなんで、その資格がみんなに認めてもらうためには、うん、誰が相手だろうと負けることは許されないなっていうのはあります。だから本当自殺願望なんかはないです。僕はもう本当いつ死んでもいいと思ってるんで、どうしたいなんていうのはもう本当満足ですね。いろんな人にそうやって見てもらって応援してもらって知ってもらえたってことは、多分人間としての山本屋としての価値はもう結構果たしたような気がするんで、夢叶わなくてもいいですね。叶ったらもう面白くないじゃないですか。もう僕はずっとね、何かしら夢を追っかけてたいですね。追いかけ続けて死ねばいいんですよ。そしたら結構楽しいですよ、死んだ時。死ぬまで楽しいですよね。